どうも、しこでいここはね、あのー、僕が住んでるあの場所の近くにあるスタジオでね、一、まあ、人で黙々練習してたんですけども、まあ、その話は置いといてあ、今回はですね、なんと爆風スランプさんがですね、再結成するというわけで、本当おめでとうございます。あのね、爆風スランプはね、本当冗談抜きで、小学校、中学校、高校の時はよう聞いてて、まあ、もちろん社会人になってもたまに聞いてはいるんですけども、 まああのもう僕が、ね、聞き始めた頃っていうのがもとっくの昔からやってないんですよ、まあ、たまになんか再形成してるっていうのもその再結成を最後にしたのも僕が聴き,き始めるちょっと前ぐらいかな、うん、いや本当嬉しいで、僕が爆風スランプを聴き始めたきっかけっていうのがなんか爆風スランプのトリビュートアルバムを作るぞという YouTube の動画があって。 まあそこでね、リ、ま、タ、あ、18号さんが「噂になりたい」をカバーしてて、まあ、それきっかけですねそれから聴くようになりましたいやーね嬉しいもうこれ絶対に行きたいですね、うんまあ、だって最近なんだかんだね爆風スランプのレコードをね買い集めてたんですよでよくハードオフとか、まあ、中古のレコードショップとか行っても、まあ、何枚かあるんでそれちょっと買い集めてたそのねでファーストアルバムの「良い」っていう LP レコードがあるんですけどそれを 買った翌日ににですよバクスランプが再結成いわけでいや嬉しいねちなみに僕,の、ね、バク僕にとっての爆風スランプの好きな曲はいろいろあるんですけどもあのすごい渋いところについてしまうんですけどもラストアルバムがすごい好きで「あのハードボイルドっていうアルバムがあるんですけどもその中のモン「モンスター e っていう曲が好きなんですよ、あのー、ちょっと切ないんだけどもポップな曲あのも昔なんか「モンス ファームっていうゲームのね CM でやってたそうなんですけどね、うん。とか初期の曲だと涙の肉上部とか、でまああの売れ売るあたりはねまあ、リゾラバーとかランダムも,もちろん好きで、であそれからが好きだね、それからっていう曲が。うん、で後期に会うとちょっとね売れ行きが落ちていくんだけども、あの青春王ってアルバムもねよく聞いてた。なんかんかあまり 万人受けするアルバムかどうかって言ったら微妙かもしんないけども、俺はよく聞いてたね。昔のサシコン TV のね、エンディングテーマをね、We Are the スランプのあの1曲目のやつね、あれをね、使って、使ってたぐらいですからね。まぁ、あ、ちょっと、バ a k スランプさんの話ちょっと、何回もしてほんと申し訳ないんだけど、まず、あ、とりあえずそれぐらい嬉しい。うーん、なんか10月ぐらいに、大阪ではやんないけど、神戸でやるらしいと。神戸でやるんやったらちょっと行かないといけないですね。 これ倍率高いかもしれないですけどちょっと頑張ってあのチケット取れたらなと思っております。頑張ります。